グファジマイナス1とは、プロテオバクテリアモン、ハロモナスカに分類される細菌で極限環境微生物である。この細菌を発見した NASA の発表によると、リンが不足した環境下で一般的な生物にとっては有毒なヒ素を代わりに取り込む性質を持つと当初発表された。しかし2012年になって、この説は否定的となった。 名前は、ギブ・フェリー・チェ・アジャブの頭文字から。グファジマイナス1は、NASA 宇宙生物学研究所のフェリッサ・ウルフサイモンによって発見された。モノコガンで採取された、この細菌は、2009年から単リと培養が始まった。モノコは、強いアルカリ性で、非常に、塩分濃度の高い塩湖である。また、世界で、最も天然のヒ素濃度が高い場所の一つでもある。 この発見は2010年12月2日に公表された。16S ルナ系統解析の結果、グファジマイナス1はハロモナス化、そしておそらくハロモナス属に属することが分かった。ハロモナス化の細菌の多くはヒ素に対して高い耐性を持つが、グファジマイナス1では、リンが不足した環境で代わりにヒ素を用いて増殖することすらできるとされた。実験では、 ヒ素が多くリンが少ない環境で培養したところ、リンが多い場合より成長が遅くなるが、6日間で20倍以上に増殖したとされた。研究チームがヒ素の分布を追跡するため、放射線標識されたヒ素を加えたところ、ヒ素は細胞内のタンパク質、脂質、ATP のような代謝物質、さらには DNA や RNA からも検出されたと2010年に、 報告されたが、2012年には、サイエンス市上でヒ素が DNA のリンを置換することはないと、ほぼ断定されている。DNA のリンまでヒ素に置き換えるという特殊さで、生物学上の大発見とされたグファジマイナス1だが、その発見への異論も存在する。ブリティッシュコロンビア大学の生物学者、ロージー・レッドフィールドは、NASA の実験では、 DNA の洗浄が適切に行われておらず、ヒ素は DNA ではなく細胞外のゲルに含まれていた可能性があると指摘した。またサイエンスライターのアラカツネルーソンは、ヒ素を取り込んだグファジマイナス1の細胞が大きく肥大していることから、ヒ素を増殖に使っているわけではなく細胞内に封じ込めているのではないかとの疑問を述べている。 2012年7月8日、米科学史サイエンスの電子版は、スイス連邦工科大中理飛行と、米プリンストン大の各研究チームが別々に、この細菌は、ヒ素の濃度が高い環境でも生存できるだけで、低濃度のリンを利用していることを実験で確認したと発表した。この発見には発表を当初から批判が殺到し、サイエンス史が言論文とそれを論理的にも、 実験的にも否定する実に8つのグループによる批判論文を同時掲載するという異例の事態になり2012年には少なくともヒ素が DNA の輪を置換するという点は完全に否定されているがもともと確実な証拠が皆無なのにかかわらずメディアの報道だけが加熱したことから微生物学のビッグフットと揶揄されている この発見論文はそもそも出版されるべきではなく、リトラクションされるべきだという意見がある中、2018年7月時点では、撤回までは至っていない。ありがとうございます。